つねさん。はいはい。さあ、今回はですね、ちょっとまた新しいことやりたいなと思いまして、まあ僕が、あ、ちょっと待って、雰囲気出すわ、ごめんな、ごめんな、ちょっとメガネかけてみようかなと。いや、今回はですね、ちょっと、まあ僕、やっぱやめた方がいいメガネ、ちょっとやめようか。ですね、僕普段ミズオンラインさんっていうので、まあ、恋愛相談の、まあ、連載みたいのをやらせていただいてまして、もしあのご興味ある方はぜひご覧ください。なんせ僕このチャンネルも、まあ、9割最近ね8割7分くらいになってきた、8割7分の方が、女性なので、やっぱり女性といえば恋愛話結構好きじゃないですか。そういう中で僕と、まあ、ヨシキ D で、まあ、男2人でやってるので、まあ、いわゆる男の本音みたいの、まあ、ちょっと喋っていけたらなと思いまして、キツネの恋バナーやってみたいと思います。ただまだ皆さんからの恋愛相談みたいのがないので、どうしようかなと思ったら、まあ、たまたまうちの奥さんがちょっと聞きたいことあるんだけど、これで1本目やってよっていうことで、それをやりたいと思います。ペンネーム、ナカリーさんからのお便りです。ボーイッシュな服が多いけどどうなんすか。どうなんすかって、なんでちょっとキレてんの。どうなんだろうね、男心としては、僕の勝手なあれですよ、話ですけど、どうなんだろうね、彼女とか結婚したりしてるパートナーがボーイッシュな服で嫌だとかって思う男の人って多分少ないと思うんですけどね。よしきりどう、やっぱ恋愛百戦錬磨じゃん。たまには負けるわ。いや、絶対負けてるから。強がんなって。見てちゃん、見てる？やめろ。言っとった。よしきりの好きな人の名前言っちゃったから、見てちゃん、見てる。だから基本的にもう私ハイヒールとか履きたくないんです。多分うちの奥さんとかそういうタイプだから、うん、履かないです。スカート嫌です、履きたくありません、めんどくさいですみたいな女性って多いじゃん。だからそういう女性のことって男はどう思うのっていうところで言うと、スカートの方が燃えるぜとか、ちょっとこう谷間が見えてる服の方が燃えるぜとかっていうのはないよね。その方が女性らしくて好きっていう意見もこれあんまないと思う。わかんないけど、ボーイッシュってどこまでボーイッシュかにもよるじゃん。なんかキャップ後ろにかぶってよみたいなのだと、さすがにおい、行ったね、行ったね、結構行ったねってなるかもしんないけど、その人が着たい服が多分俺本当に一番いいと思ってて、これ男もそうだと思うんだけど、自分の着たい服着てる人って魅力的じゃない。わかんない。だから逆にさ、これもう本当にちょっと下の方に行っちゃうんだけど、普段ボーイッシュって人がさ、すっごいセクシーな下着とか履いてる方が多分世の男性は燃えるんじゃない。そうでも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 ないかな。嘘。いや、もうボーイッシュ、あの、用しか出てこないから。いや、だからそういうのじゃなくて、ボーイッシュってなんかどこまでがボーイッシュかわかんないけど、ジーンズとか、ジーンズとか全然いいじゃん、うん、俺結構あのコンバースとか好き、スニーカーやっぱ可愛いって思うじゃん、うん、だから全然ファッションではあんまり思わないと思うんだけどな、世の男性は。だから世の女性が例えば、じゃあこれ見てる方が明日いよいよ初デートですっていう時は、俺絶対お色気な服じゃない方がいいと思う。カジュアルな方が俺はいいと思うんだけどな。どの目線で言ってるって話だけど。本当になんかコンバースにジーンズにちょっとサイズ大きめのパーカーで、ラッパーじゃん。で帽子打ち上げようって。いや違うんだって。俺だから別にボーイッシュでも全然いいと思う。てかまあ逆にボーイッシュの方がいい、むしろそっちの方がいいかもしれない、うん、だけどそのボーイッシュっていう表現が難しいけど、カジュアルな自分に合うファッションは全然いいと思うし、決め込んでいくよりは最初はもうありのままの自分を見てもらうのが一番いいと思うし、向こうもなんかちゃんとしたデートしなきゃっつって構えすぎて高嶺の花かもなってなるよりは、カジュアルに来てくれて、あ、こういう洋服も着るんだなっていうところでフランクに話が弾んでって、またどっか行こうやって時に意外と今度はあれ、こういった一面もあるんだっていうぐらいおしゃれな大人の服とか着てたら、それはそれでぐらつくだろうし、男なんて単純ですから。
予期せぬ出来事大好きですから男はそこを狙ってってください。名言出ました、男は予期せぬ出来事が大好き。応援に行きたいと思います。皆さん自分らしく素敵な恋愛を送ってください。どうだろうこの企画どう思う？割と俺は楽しい。だから皆さん、もしまあ皆さんに多く見ていただいてコメントとかが来たら、まあ継続的にちょっとやっていこうかなと思うんですけど、なんか相談者に会いに来るのもいいんだ。別に女性に限らず男性も全然コメント欲しいし、どうします、俺こんな感じなんですけどどうしたらいいですかとか、多分大したアドバイスできないけど結構一生懸命考えるから、ぜひ皆さん多くのコメントお待ちしております。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とそしていいねボタンもしよければしてください。それじゃあ皆さん素敵な恋愛を送ってください。じゃあねー。きつねさんな、な、中尾さんさん、あきよしさんさん、きつねさんさん、な、な、中尾さんさん、あきよしさんさん、きつねさんさん、きつねさん。